この試合はそうですね、歴史的な、2階級での4団体統一という、まあ、史上2人目の、まあ、偉業となる試合ではあると思うんですけど、自分のこのボクシングキャリアを考えればまだまだここは通過点だなと思うので、まあ、僕が引退するときにこの辿ってきたキャリアを振り返って、まあ、自分がどう思えるかそこにつけると思います。改めまして、本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。この度、2023年、はい、もういよいよだなという気持ちと、あさってには、無事に試合を行えるという、もう楽しみでいっぱいの気持ちです。そうですね、しっかりと、トレーニングを積んで仕上げていきたいなというイメージがすごく強いです。はい、自分自身のコンディションはもういつも通りですね、抜かりなく仕上げてきたので、あとは明日の計量を終えて試合に備えるだけという、まあ、そんな状況です。まあ、どんな展開になっても、しっかりと、勝ちを手にする試合をしていきたいなと思います。またその中で、チャンスという流れを見たら、そこをしっかりと残さないように、試合を決めていきたいなと思います。この試合は歴史的な試合になると思っていますので、自分がこの2階級で4団体統一する姿を、皆さんに、しっかりと見届けてほしいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。Malapit na ang laban. Maganda yung pakiramdam ko, yung condition ko, tsaka ready na kami sa laban. 試合が間近となっております。コンディションは非常にいいです。私は試合に向けて準備万端です。ラストタイムのみも聞いた、tapos sa ngayon nakita kami ulit, excited na ako para makaharap siya sa ibabaw ng mga. 7月に一度お会いしまして、今回またお隣にということで非常にワクワクしております。gusto ko magbigay ng magandang laban at gusto ko manalo sa laban。まずとにかく良い試合をしたいと思っています。同時に勝ちたいと思っています。はい、まあ、そのことは記事にも言いましたし、そのくらいの自信がなければ面白い試合にならないと思うので、自分としてはそのくらいの意気込みで、来てもらった方が面白い試合になると思うので、はい、まあ、もちろんサウスポーということでサウスポー解散というものがしてきました。まあ、ただサウスポーは苦手としてないので、そこまで対策することはなかったかなと思います。